はい、今日もなざと百姓天国、本日は4月の28。はいはい、根菜畑の方に来ましたけれどもね、秋冬大根のところもね、だいぶこうやって綺麗になってきました。昨日またもう一回かけてね、昨日ぬかをね投入して、これで秋冬人参の準備は終わりました。こっからね、1週間に1回ぐらいずつトラクターかけていってね、もう残差を完璧になくしていきます。昨日ぬか降ったんでね、これで微生物くんが頑張ってね、仕事してくださってね、しっかりね活動していただいて、残差をね全部なくして、これでもね綺麗になっているように見えてもね、残差まだいっぱい残ってますから、耐熱マルチはね残差少しでもあるとやっぱり効きが悪いのでね、完全に分解した状態で、太陽熱をかけないと効きませんから、6月に入ったらね、太陽熱順次奥からねどんどん張っていきますので、秋冬人参ね、去年はねちょっと種まきの時期をねやっぱりちょっと失敗しましたので、いつから始めますかね、まあ、7月の真ん中ぐらいから始めて、最後奥に引っ張るんですよね。だから9月の終わりぐらいが最後という感じですね、はい、そうすると3月末まで引っ張れるかなっていう感じね。だからちょっと種まきの時期がこうちょっと早く始めて遅くなりますのでね、うまいことこう管理しながらねやっていかなきゃいけないということで、まあ6月に入ったら太陽熱は順次張っていきますので、それまでの間にねこうやって5月まるまるありますので、1週間に1回ずつね綺麗にゆっくりスピードは遅く、そして後転は高速回転でね、細かく砕きながらねやっていきますね。ちょっと時間かかるんですけど、はい、昨日ね人参除草をね、こちら最後のね人参除草ね、こちら1本だけ太陽熱マルチかかってないのでやってもらったんですけどね、やっぱり分かってないんですよね。だからまあこう言っちゃあれですけどね、彼らは本当にまあいつか気づくことだと思うんですけど、僕の農園でね研修をしてくれているわけですけどね、自分が独立でやるようになればね、このレベルの畑っていうのは決してできないっていうことが、まあやればわかるんですけど、全然ね除草ができてないというかね、そのやり方ではダメだった。だから草むしりね、除草というのもこうやって耐熱マルチかければとても楽になるんですけど、でもじゃあ自分でやるってなった時にそれができるかって言ったらね、結構難しいですから、じゃあ耐熱マルチやらずに除草どうやるって言ったら、やっぱりかなりレベル高いことになるわけですね。早くやらなきゃいけないし、手の動かし方ね、50メートルあってね、1本をどれぐらいの時間でできるのかっていうのをね、まあまあその辺はね、今僕が申し上げてることはオーガニック農家さんならみんな分かってることだと思うんですけどね、これでも僕からすると除草は全然甘いのでね、これももう一回もう 1,2 回やらないと、まあ人参できないことはないですけど、出来悪くなるんですよね。草って本当にね本当に油断ならないんです、草っていうのはね、はい、特に人参はね、人参と草っていうのは一切共生はできませんね。草が少しでもあると、野菜の出来は落ちるんですね。これが最後のキャベツですね。7月半ば、7月末を狙って作ってるキャベツですね。トンネル破れちゃった、よいしょ。さあさあ、人参だけちょっと収穫しますね。5月入ったらね、ちょっと葉付きじゃなくなってくるかなって感じですね、はい。ね、太陽熱かかってもこうやってほら草が出てくるでしょ、ね、どうしたって完璧にはね、除草ゼロだとやっぱりこういう状態なんですね。やっぱり1回やるといいんですけど、まあ逃げられますけどね。
5月入ったらこのパオパオも外そうと思いますね。これで人参はね、すべて終わりましたんでね、あとは除草をして、最終的にこのこれは6月ですから、このままマルチはこのままでいくんですね、6月ですから。ただもうこのここはだから何もマルチないのでこのままですけど、ここを最後ね除草して、これも8月狙いなんで、ここはもう途中である程度大きさになったら剥がすんですよね。その時に草がある状態だともう剥がした瞬間に終わりですから、そういう意味ではね、もうちょっと大きくなってぐらいから、これぐらいこの草よりかもうちょっと大きくなったぐらいじゃないとこの剥がせないですからね。あんまり大きくなっちゃうとこのマルチのこの穴こうくぐれないじゃないですか。なのでこれよりかもうちょっと大きくなったぐらいまで綺麗に管理して、で今こうやってね黒マルチで多少なりともねこの熱が当たってね、ここのところは多少は草抑えられてねいきますので、剥がしてもね一気に草は生えてきませんので、しっかりとね管理だけすれば、多分今だから4月の終わりぐらいね、おそらく1ヶ月後5月の終わりぐらいにマルチ剥がしますね。6月頭までぐらいにはね、そうしないとちょっと暑くてね、人参とろけてしまいますので、そういう意味ではねこっから1ヶ月ちょっとが勝負なんですね。耐熱マルチをかけない場合はね、これは多分ねあと1回除草すればもう1回きれいにしてもらえればね、これはもう逃げられますね。なのでやっぱりこれ1本だけなんですね。まあ来年以降はね、まあ正直今年研修生がいてくれたのでね、彼らに勉強がてらやってもらいますけど、来年はもう全部ね耐熱マルチでやりますので、除草作業っていうものはもうありませんけど、来年はねちょっと春人参の場所も増やしますので、やっぱりもうこの畑ね狭いんですよね。2ターン弱ぐらいですけど、やっぱり2ターン切るとやっぱりもうちょっと狭いですね。僕のような専業農家だとちょっと狭いですね。やっぱり4ターンぐらい、1枚4ターンぐらいあると、3、4ターンあるとやっぱり4ターン欲しいですよね。4ターンあるとちょうどこういろんなことがね、ここは春人参、ここは秋人参みたいな形でレイアウトね、畑のレイアウトが立てやすいんですけどね。そうそう贅沢言ってられないんでね。ただこれがね昔の千葉時代のね動画見てもらえれば、千葉は千葉でね、また逆に広すぎるんですよね。僕らオーガニック農家だと、例えば向こうの畝まで200メートルっていうとやりにくいんですよね。200メートル、やっぱ5、60メートルぐらいが適正なんですよね。それがこう何本でもずらしていきたいので、200メートルっていうと1本だけっていうになるとね、それはそれでちょっとやりにくいんですよね。だから広すぎるっていうのもまあちょっとねやりにくいかなって感じなんですね。まあその辺は皆さん経営規模だとかねあれによると思うんですけど、特に僕のようなね小規模でセット野菜をやってるとね細かい作付けになっていくんですよね。なので50メートルまでに抑えたいんですね、この長さ、畝の長さがね。なのでただもう僕の友達とかあれもね200メートルやってますからね、もう10ヘクタールぐらいになってるやついますんで、それだとね、でスタッフも畑だけで10人ぐらいいるやついますんでね、まあそれはもう別世界ですよね。はい、ということでございます。まあそれぞれね畑の広さなりこうやって作付けのやつは、特にねオーガニック栽培の場合はね、その辺よくよく考えないと、結局たくさん広く借りてもね管理ができなくて草だらけにしたらね畑返してくれってことになっちゃいますんでね、その辺はねよくよく注意してねくださいねっていう話なんですね。家庭菜園やってる人もね草だらけにしてね、それでやっぱり周りの人に迷惑かかるってことあるでしょ隣の人がだって普通にね除草剤とかで使ってたらやっぱり嫌がるわけですよね。畑をやっぱりきれいにするのが正しいと思ってる人の隣でやる場合は、やっぱりその辺はね僕もだから千葉でやった時はね、隣大規模さつまいも農家さんでしたんでね、まずだからトラクター持ってきてかける時はその人のそのね畝のところ境のところはね必ずトラクター1台分は開けといて、用もないけどそこだけはね念入りにかけるようにしときました。そうじゃないとね除草剤まかれちゃうんでね。で
その一般の農家の方の感覚と僕のようなオーガニック農家の感覚ってやっぱり全然違いますから、そこだけはね、あの用もないけどそこだけは綺麗にかけてましたね。ある自分の畑の中は多少草生えてても全然問題ないですけど、そこの境のところだけはねかけないとマナー違反ですからね、はい、だから必ずトラクター 1,2 台分は開けといて、あのこまめにこまめにねかけるようにして、はい、そうしないとあの除草剤かけられたらもうあのそれはあれなんですよ、あのお前遅いぞとね、分かってるよなっていうそういうプレッシャーかかってきますんで決してね何か怒ってくる人とかってまあいなかったんですけど、あーってね、あのそういうことだ、今田舎の人だったらそういうコミュニケーションの仕方って分かると思うんですけどもね、だからそういうことを一回やられるともう二度とねあのそう草生やさないようにこまめにこまめにかけるしかないんですけどもね、はい、その辺ね、ですから日本全国にいるオーガニック農家さんね、あの専業の人だったら皆さんも常識として分かっていることだと思うんですけどもね、はい、あの間違ってるのは僕らですからね、日本の田舎で除草剤使わないっていうのはね、基本的には間違った認識なので、あのこまめにね畑の管理をしましょうね、はい、ということでございました。それではまた。